ピースです。お願いします。今日の動画は何ですか？やりにくい。どうもースカイピースイエーイ。テオくん、テオくん、学生時代に誕生日祝われたことあるかい、君は。めっちゃ祝われたよ、俺。よくさ、まあ、祝う時にやってるんですけど、パイ投げ？パイ投げして祝ってる人いるじゃん。されたことある？シュークリームならある。あー、俺も結構見てたのね。見てた側なの、俺は。けどあれって結構さ、明るめな子がやるじゃない。確かに。俺それ見てる側だったの。いいなーって思ってて。でもね、やっぱり俺もパイ投げされてみたいんだよ。確かに、あれね、結構ね、豪快に祝われてね。そうそうそう、夢だよね。最初は、え、何？汚いって思うけど、誕生日、ここのね。そうそうそう。パイの目ぐちゃぐちゃにされた、ここをさ、ね、ちょっとチュッてどかしてパッて開いた時、友達が2000人ぐらいいて。2000人？そういうの僕ね、経験できなかったら今日したいと思ったんだ。ブイッブイッブイッ、誰やるんじゃ面白くねえよ。確かに、誰やるんじゃ面白くねえよ。今回パイだけじゃありません。パイ蹴り、今回パイ蹴りやります。パイ蹴り、てよくんサッカー部だったでしょ。うん。だから蹴りに関しては俺間違いないと思ってるの。こちら用意したんですけど、パイをね、ここにたくさんつけて、しゃがんでいるから、そのパーンって蹴ってほしい。それでパイ蹴り、もうめっちゃ強いのでいい。わかった。ただし事故だけは勘弁しよう。でもフルスイングでいきましょう。いきましょう。シッシッ。この状態でここでパイをパーンって、ホイップクリーム入れていきます。いきますよ。そう、どんどんこれね、広がってくる。もく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 。すごくない？シシ。いきます。結構向き入れちゃって。頼むよ、ほんとに。頼むよ、はい、3、2、1。ん？ちょっと、どこに消えた？すごい、周りが。もうちょい近くでチャレンジしてみよう。こっちは近くで。この辺、ここよ。これがアウトに振り抜けばいいだけですから。怖え。大丈夫？大丈夫だ。信じろ。2、2、1。来た。結構来てる。まだいけるな。一回つけた。うん。一回つけた。俺蹴りますんで。それ、画面こうせよ。いきますよ。うん。テオくん！どういうか。2個ですよ。右蹴ったら、純ちゃんが右手に持ってるやつを設置して、俺左足でダーンって。ダーンって。危ないよ、これ早く。やばい。危ないの。ヒリヒリしてきた。シッシッ。今、3、2、1。うわ、次。シッシッ。こっからはよくわかんないかもしれない。すごい引きだ。すごいね。ちょっと動かないでください。これアートですから。いけないだって今。シッシ。立てないですね。立てないのかこれね。どうなってる足の顔は。え？どうなってるのかな。なんも見ないこれ。やめてくれ。あ、まさか100年ぶりにアバ様がお目目お開きに。何これ？え？何これ？アワ様が眠っていた100年にたくさんの命を失いました。シッシ。今回は特別にアワ様、アワ様だ、アワ様、アワ様で隠してあげますよ。もっとちゃんと隠すんだよ。無修正でアワ様、完全に隠れました。モザイクを外します。3、2、1。大丈夫かい？しっかりパンツまで脱いで。しっかり大丈夫かい？これは。アワ様、アワ様隠れてるかい？最後まで見てくれてありがとう。なんだかアホな終わり方してしまったけど、まあパイ切り初体験は良かった良かった。でもパイはもったいないから食べたいのが本心なんですわ。